鈴木誠也が負傷者リスト入り、右腹斜筋の張りと球団発表。カブスは15日日本時間16日、鈴木誠也外野手が右腹斜筋の張り10日間の負傷者リスト IL 入りしたと発表した。打線の主軸を担って好調だっただけに、チームにとって痛い離脱となった。メジャー3年目の鈴木は、ここまで打率305、3本塁打13打点をマークするなど好スタートを切っていた。12日同13日からの敵地マリナーズ3連戦では13日同14日に3号ソロを放つなど、3試合連続安打をマークしていた。地元紙シカゴトリビューンのカブス版メーガン・モンテムーロ記者は XQ ツイッターでカブスにとっては大きな痛手だと伝えた。鈴木に代わり、アレクサンダー・カナリオ外野手が昇格する。去年左斜筋負傷した時は1ヶ月半かかった、今回は右斜筋の負傷ということだが、足の怪我が噂されてたけど、副斜筋とは予想外、いつ痛めたんだろう、こりゃ心配だ。原田と長引くな、やっぱ基本完走できないんだよな、こいつ身体の割に出力大きすぎるのか。1ヶ月ぐらいは離脱かな、下手すりゃオールスターまで。オールスターもシルバースラッガーももう無理か。マジなのか、10日で復帰できりゃいいが。聖夜の離脱はかなり痛いね。原田と10日は無理だね、最低でも1ヶ月はかかる。とりあえず10日って感じなんかね。脇腹は1ヶ月はかかるだろ、癖になるし。斜筋は厄介だな、何ヶ月も治らないこともあるし。去年の春季キャンプ早々にやった脇腹の肉離れは6週間も復帰に時間かかった、今年も同じくらい時間かかるんじゃね。ご視聴ありがとうございました。